下川チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルのしもです。ということで本日もカンコレアーケードのオリパー開封していきたいと思います。本日はこちらセブンドロー2周年記念箱ということで、本日はですね、普段よく通っている神戸三宮センター街にありますセブンドローさんというお店の2周年記念箱というものを買ってきました。遊戯王とかね、マジックザギャザリングとか、あとね、カオさんが出してたデュエマの記念箱とかもあって、その中にカンコレアーケードの記念箱バッチリございました。ということで3万円の記念箱と5000円の記念箱があって、私はあえてちょっとギャンブラーの方の5000円の記念箱を1箱買ってきました。ということで今回当たり一覧とかは何もないんですけれども、全ての記念箱に当店レートで販売価格以上のものを投入しております。外れ箱はありませんということでございます。はい、ということで全く何が入ってるかわからないこちら記念箱ですね、開けていきたいと思います。5000円、まあね、3万円とか買うと多分いいカードが入ってるの確実なんで、むしろやっぱ5000円くらいでね、これがむしろギャンブラーっていうね。ということで開けていきましょう。じゃん、はい、ということで、あ、なんだこりゃ。あ、一袋にいっぱい入ってるんじゃなくて、もうこれ5枚入ってるのか。なるほどね。箱に5枚入ってました。はい、ということで早速開けていきたいと思います。まあやっぱちょっと手前側からね、見ていこうかな。では、1枚目いきたいと思います。こちら、じゃん。おー、霧島カイニでございますね。こちら、霧島カイニのノーマルでございます。まあね、出た当初よりは落ち着いたんですけれども、それでもかなりいいカードになってます。ありがとうございます。まあ普段だったらね、もう500円ガチャ何回やっても出ないようなカードだったりするので嬉しいですね。ということで2枚目いきましょう。こちら、じゃん、おー、比叡カイニでございます。比叡カイニもなかなかね、これも霧島と同じ混合型ですので嬉しい、ありがとうございます。ということで混合型がねちょっと続いておりますね。では続いて、これすごいな、これだけか当たりとかじゃないんかな。では見ていきたいと思います。3枚目こちら、じゃん、ジャストミート春菜のカイニでございます。嬉しい。ってことはこれもう3枚出たってことはワンチャンちょっと期待できるんじゃないでしょうか。このキャラクター期待できるんじゃないでしょうか。ということで4枚目開けていきたいと思います。入れよコンゴ、じゃん、来ました。はい、こちら混合会議でございます。ということで、ということでこちら混合型がすでに4枚揃っております。しかも混合型がすべて会議になったノーマルということなんですけど、これこの会議ノーマル4枚セットめちゃくちゃ価値あると思います。ありがとうございます。一応もう私はね全部これコンプリートしてるんですけれども、これなかなかもう揃えようと思ったら大変なんで。ということでラスト1枚、これはちょっとどうかわかんないんですけど見ていきたいと思います。ラスト1枚、こちら、おー、待って、めっちゃいいやん。こちら長良の海中派の、さらにこれちょっと皆さん見たことあるかわかんないんですけど、ここにちょっとこうフレームついてるのわかりますか。これあのスリーブのフレームとかじゃなくてですね、こちらもうこのカード自体に印刷されてるものなんですね。はい、この雪だるまとか、まあ、これは何かっていうと、クリスマスシーズンの時に排出したカード限定でついていたこのメリークリスマスと書かれたクリスマスの帯でございます。なので今の時期に例えばこれを排出しようと思っても排出することはできないっていう、まあ、去年のクリスマスのね時期にやっていたのでその時のものだと思います。嬉しい。私自分で排出したクリスマスフレームのやつやっぱちょっとノーマルしか出せなかったんで嬉しいです、ありがとうございます。はい、というわけで本日はセブンドロー2周年記念箱5000円のもの1つ開封した結果こんな感じでございました。ということで混合型の買いにセットが出てくれました。そしてね、さらにこちら長良の海中派クリスマスフレームということで余裕で5000円以上の価値あるんじゃないかなと思います。まあ、2周年記念箱というね、おめでたい箱だけあってやっぱり中身もかなり豪華になっておりました。まあ、今回私がね買った箱5000円なんですけれども、販売価格でこの5000円以上のものが出ますという風に書いてあったんですけれども、まあ、値段どうこうっていうよりも、まあ、このクリスマスフレームとかはもう手に入らないので、まあ、値段でこうどうこう言えるようなものじゃない、そういった代物が出てくれて私は結構嬉しいですね。まあ、夏なんでねちょっと季節的には外れてますが宝物にしたいと思います。ありがとうございます。ということでね、セブンドローさん2周年ということで、まあ、普段お世話になっているのでこれからもねオリパいろいろ買っていきたいと思っております。ということで今回かなりきらびやかな結果となってくれました。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。メリークリスマス。